日はきっといいになる、いいになる、いいになるでしょう。あらら、めんこい猫ちゃんだこと。今日は今年6月1日から一般開放された秋田県動物愛護センターワンニャピア秋田を紹介するぞ。お、秋田犬がいる。何してるんですか？譲渡をするために犬の運動と訓練を行っております。そうなんだ。今は愛護センターのパートナー犬として命の教室といった事業に協力してもらってる形になるんですけれども、それが一通り終われば新しい里親さんをまた探して譲渡をするという流れになります。なるほど。で、こちらは？こちらは日本最大級のキャットタワーです。猫ちゃんたちがこの中で、自由に自分たちの居場所を見つけながら展示を譲渡をするために展示をするスペースになります。ワンニャピア秋田は動物に関する体験や学習、交流ができる場所として秋田県が整備した施設なんだ。犬や猫の展示をすることで新しい飼い主との出会いを作り、命をつないでもらうことを目的にしているんだぞ。ワンニャピア秋田はですね、収容された犬猫の適正な譲渡を通じて殺処分ゼロを目指しているという施設です。その他に、動物愛護の取り組みや、秋田犬などをテーマにして、県内外に秋田の魅力を発信する拠点としても、位置づけられております。県民の方全員に来てほしいなとは思ってます。バリトンさん、ワンニャピア秋田は動物に優しい秋田の魅力が詰まった施設なんですよ。7月28日日曜日にはオープニングイベントを開催予定です。田中美奈子さんを招いての知事とのトークショーなどもありますよ。ぜひ行ってみたいですね。ただ可愛いというだけではなくて、動物が命あるものだということ、パートナーとしての犬や猫の存在というものをより多くの人に理解してもらいたいと思います。動物の正しい飼い方を学んで命の尊さを知ってほしいな。勉強になりました。ネクストインフォメーション。8月1日から夏の交通安全運動期間です。横断歩道は歩行者優先です。ドライバーは歩行者に道を譲りましょう。また地域、職場、家庭で飲酒運転を絶対に許さない環境を作りましょう。防災学習館では8月10日に防災をもっと身近に楽しく学ぶイベント、夏休み防災学習館祭りを開催します。子どもから大人までお楽しみいただけますので、ぜひご家族でご来館ください。いいになる、いいになる、いいになるでしょう。